人、物、金をテキサスへ。 CCIM のルークです。先ほど羽田空港に到着しました。私の2月1日の動画で紹介したトランプ前政権で国連大使を務めたニッキー・ヘイリー、彼女は2月15日2024年大統領選挙に共和党候補で出馬を目指すと正式に表明しました。トランプ前大統領を念頭に世代交代を前面に掲げるというわけですけれども、そのトランプ本人はヘイリーに出馬を促しています。候補者乱立というのがトランプにとって再選にプラスになるという思惑があると思います。ヘイリーは2月15日の地元のサウスカロライナ州のチャールストンで開いた集会で、アメリカが全盛期を過ぎたのではなく、政治家が全盛期を過ぎただけだ、20世紀の政治家を信頼し続けるなら21世紀の戦いには勝てないと、新しい世代にとって新しい世代がですね、今のアメリカを取って率いてアメリカを引っ張っていく準備ができていると強調しました。ヘイリーはインド系移民の両親を持っています。私の両親は強さと成長と自信を得つつあった。アメリカに来たわけだけども、今のアメリカは遅れを取っていると言って、アメリカのリーダーは期待を裏切り、ジョー・バイデンほど失敗している人物はいないとこきおろしました。演説では75歳以上の政治家は精神鑑定を義務付けるとも訴えました。現在80歳の民主党の候補として再選を出馬を狙っているバイデンだけではなくて、76歳のトランプもこれに当てはまります。共和党内にはトランプの激しいこの口での攻撃ですね、これを警戒して出馬表明に慎重になっている候補もいるとされる中、ヘイリーは対決姿勢を鮮明にした形となっています。しかしながらトランプは対抗馬の出現にも強く反発していません。1月28日は事前にヘイリーから出馬の、相談というか報告があったと明かしています。その際にやるべきだと助言したと言っていました。前にも話した候補が乱立すれば、熱狂的な岩盤支持を持っているトランプが有利になるということを取っているわけですね。ロイター通信が2月6日から13日に行った世論調査では、共和党支持層のうち一番人気があるのがトランプで 43%、 2位がフロリダのデサンティス知事で 31%、 3位はトランプの時の副大統領を務めたペンスで 8%、 そして4位にこのヘイリーが 4% で入っています。上位2人だけの予備選となれば、これは激しい争いとなります。ハーバード大学などの調査では、トランプとデサンティスの直接対決の場合、どちらを支持するかという質問に対してトランプと答えた人が 55%、 デサンティスと答えた人は 45% と、ほぼ拮抗しています。トランプがヘイリーの出馬を容認する一方、有力な対抗馬になりうるデサンティスを攻撃するのは警戒度の差があるからだと言えます。ヘイリーはトランプと一定の関係を維持して対立は避けています。トランプが共和党にで指名候補争いで
勝利した場合、このヘイリーが副大統領になるという余地も考えられます。ただヘイリーはヤンググローバルリーダーの一人で、ディープステートの一員であるので気をつけなければなりません。2024年2月の共和党予備選の序盤戦となるサウスカロライナ州の動向はトランプを重視しています。サウスカロライナ州で下院議員を経て、2010年にインド系女性として初めてサウスカロライナの州知事となって2期を務めました。その後国連大使を務めたわけですけども、このヘイリー、その勝敗は大統領選挙の行方にも影響します。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。